せっかく来たから、ジャークベイトのレコーディングも入れといてみるか。やる場所ほとんどねえけど。バイトぐらいあればね。バイト、プロデュース系のさ、ウガはさ、なんかこう、寝上がりそうだなと思ったら、ああやって完全にウガさせちゃってから、見えるところで、コントロールしてあげて、回収すれば。よほど、ほら、よほどじゃないと、寝がかりはしませんから。それは無理口やろうとすると、ことなんですよ。ちょんちょんちょん。今もそこの、木倒れてる、この側に投げてますけど、ここの、じゃあここまでアクションさせて、ここは浮かして、でこれ、巻いたら無理じゃないですか。それも考慮して、この辺まで持ってきてから、ピンってこうやって越えてくるんだよ。リップ使って。そういう細かいことを、いろいろときちんとやっていけば、やっぱりもう、そうそうね、何をしたりっていうのはないんだけど、そこら辺みんな結構、めんどくさがって、ビビビってやっから、あーってなんだよ。けど、こここそ、30年近いんじゃないですか、メガサブさん。いつ以来だろう。多分ね、50でしょ。20歳絡みの頃に、それも1、2回しか来たことない、ここ。要は、釣り人あるあるですわ。自分がやってねえの以外は、美味しく見えるし、釣れると思うみたいなね。でも、ここの今、メガサブさんやって、あ、嘘だろ。ちょうど、何に投げたこれ。え、ルアーが見えねえんだけど。完全に値が上がりましたので、回収しに行きます。ジブラルダラ海峡どころじゃねえ、これ。もう売っちまうの、これ。あ、ちょうどここにボーッとがこれ。できる限り、回収できるものは、この気が願ったら、家に願ったら多分。この気が願ったら、メガサブさん埋もれてるよ。あ、なるほど。いや、なくしたくないんで回収しに行きますよ。なくしたくないんで回収しに行きますよ。久々だな、こんなことやってんの。軌道が開くから。埋もれてっけど。ちょっと待って、ここを通すかな、これ。ここどうやって、こいつ、ああ、そう、ちょうど気合って、どうですか、こういうのがあっからな、ボートだったら楽なんですけどね。こっちそっち側のポイントちっちゃいましたけど、ルアー流せりゃいいよ。よいしょ。ここもう一周くるって回れねえのがいいよ。まあまあ歩けんだよ、これ。こっち。で、この辺に来たら、こっからバスピューンって逃げるパターンだ。ほら、この値上がりが出したら取れねえよね。これはちょっと、うまい。ピンポイントでそこに入りやがった。あれ、取れた。ピンポイントでそこに入りやがった。まあ、せっかくここまで歩いてきたんで。カメラどっち向いてかわかんねえ。360度関係ねえか。もう美味しいね。ここなんかすげえ美味しそうな場所じゃないですか、これ。もう精神が足んねえさ。精神が足んねえさねえ。一度としてどこにだってどこに投げるかだよね。やっぱ岬に隠れるしかねえんだよな。でもインサイド、もうこっち側はないと思ってるんですよ、メガトンさん。
これ一周行けるのかな、一周行ってみる。ゲットもせっかくここまで入ってきたから、もどんどんなんだよ、一周。ゲットもやっぱ汗も、すげえ汗もんね。なんだってぐらい浅いもん。サブログカメラのマイクの電気切れしちゃったから、ゴッド。結局頑張ったけどね、バス釣れないんすわ。なので今日はもう雨でもなんかこうバス釣りてえなっていうのがあったんで、ちょっと本気に、本気っていうか雨降ってっけど一匹ぐらい釣りてえな。ちっちゃくてもいいんだけどね、釣りしてるかな。から見てさ、あ、錦鯉ね、これいるってこと多分バスいるね。これがいるならバスいるでしょ。色付き鯉いる。よし、来た。あ、やっちまったよ。いたよバス。なんでこんなんばっかなの、メガサさん。前回動画もそうだよね、完全に持ってってたのにさ。やっぱここじゃ、もっとここに入れてやなきゃダメなんかね、このぐらいのところに。そういう中のを入れてな。無言で釣れよ、無言で。無言で釣れよ。無言で釣りましたよ、無言で。あー、やっと発売、やっと今日のバスブリブリですね。サブログ、サブログカメラ死んで、マイク死んで、やっと。申し上げます。それを入れようと思って。